ベストディバーのキャナダニルがニュース BTC より仮想通貨の最新情報をお伝えします。今日はエダが取引されるプラットフォームとしても知られるカルダナのブロックチェーンについて見てみたいと思います。現在カルダナは時価総額第5位の仮想通貨でリプルと同様マイニングすることができません。第3世代の仮想通貨として開発されたカルダナは科学哲学と研究を駆使して誕生した初のブロックチェーンのプラットフォームであり、開発チームは世界一流のエンジニアとリサーチャーで構成されています。ビットコインとは異なり、カルダノは2つのレイヤーで構成されています。そのうち1つはカルダノセテルメントレイヤーと呼ばれ、元帳の生成や基本的な決済などをビットコイン以上の効率で行います。もう1つはカルダノコンピテーションレイヤーと呼ばれ、ここでは分散型アプリケーションやカルダノを活用したスマートコントラクトの処理が行われます。プラットフォームのアップデート公開を来週に控え、カルダナのコインであるエダは水曜日に最高値を更新し、1ドル7セントに迫っています。ご視聴ありがとうございました。投資は自己責任だ。また次回お会いしましょう。インベストディバーのキアナ・ダニエルがニュース BTC より仮想通貨の最新情報をお伝えします。今日はエダが取引されるプラットフォームとしても知られるカルダナのブロックチェーンについて見てみたいと思います。現在カルダナは時価総額第5位の仮想通貨でリプルと同様マイニングすることができません。第3世代の仮想通貨として開発されたカルダナは科学哲学と研究を駆使して誕生した初のブロックチェーンのプラットフォームであり、開発チームは世界一流のエンジニアとリサーチャーで構成されています。ビットコインとは異なり、カルダナは2つのレイヤーで構成されています。そのうち1つはカルダナセテルメントレイヤーと呼ばれ、元帳の生成や基本的な決済などをビットコイン以上の効率で行います。もう1つはカルダナコンピテーションレイヤーと呼ばれ、ここでは分散型アプリケーションやカルダナを活用したスマートコントラクトの処理が行われます。プラットフォームのアップデート公開を来週に控え、カルダナのコインであるエダは水曜日に最高値を更新し、1ドル7セントに迫っています。ご視聴ありがとうございました。投資は自己責任だ。また次回お会いしましょう。